ああ、似合っているよ。悪くないだろう。こんな時くらい大人っぽい格好をしてもいいはずだ。お姉さまって感じだよね。いい感じだよね。ねえ、いい感じだよ。そうだな、すごく似合っていると思うぜ。いつもの服もいいけど、大人っぽいドレスだと印象が変わるよな。まあ、気分も変わっていいだろう。一役変えて嬉しいよ。さて、ではおのおので楽しむか。そうだな、この人数でつるんでても面倒だ。一緒にいてもいいが適当だ。集団でゾロゾロといてもそのうちはぐれるさ。適当適当、帰りの時間に集合すればいいよ。子供じゃないんだから。
そうそう、そんな感じです。いい感じです。勘が鈍っているんでしょう。ダンスのステップ自体は間違っていませんよ。ちょっとおぼつかないですけどね。大丈夫、勘さえ取り戻せば。一度覚えたら忘れないものですよ。お姉さん、お姉さん、踊ろう踊ろう踊ろう。どっちって、そりゃ僕からだよ。何言ってるんだよ、僕からだよ。僕だって譲れよ兄弟。何言ってるんだよ、兄弟こそ僕に譲れよ。どっちも踊らないなんて嫌だよお姉さん。ねえ兄弟、どっちとも踊ればいいんじゃないかな。両方と同時に、いいねそれ。だろう、喧嘩する必要もなくなるし合理的だ。そうしよう。嫌なの？嫌じゃないよね。え？何が贅沢なの？この城、金目のもの多いよね。
花って僕たち？僕もいい気分だよ。お姉さんをエスコートできて。悪女か。うん、いいね。悪女なお姉さん。そんなことないよ。例えば？にゃ！勘弁してよ。あんなきついおばさん嫌だよ。どうしてって、お姉さんは僕らがお姉さんって呼ぶの嫌なの？じゃあいいんじゃない？僕らはお姉さんが好き。僕も好き。
もう？ダンスに飽きた？そうかな？そうか。お姉さんに触っていられればそれでいいよ。うん、触っていたいよ。ダンスなんてお姉さんを触ることに比べたらつまらないよね。うん、ダンスなんてどうでもいい。ダンスなんてどうでもいいからもっとお姉さんを触りたいな。お姉さんのこともっと触りたいよ。触っていいよね。お姉さん、大胆だね。大胆なお姉さんも好き。こんなところじゃ嫌ってことでしょ？つまり場所を変えてってことだよね。うんうん、わかったよ。思う存分触ってあげられるように移動しよう。移動したくなかったの？あんな人の多い場所で触られたかったんだ。ますます大胆だね。照れないでよ。たくさん触ってあげるから。わかってるわかってる。言わなくても伝わったよ、お姉さんの気持ちは。僕ら男なんだからちゃんとリードしなきゃって思うんだ。だから皆まで言わなくていいよ。
家じゃなくてお城だからいいんだよ。舞踏会とか催し物の時間帯は特別だから、客室は開放されているんだよ。だから好きに使っていいんだ。ダンスに疲れたり眠くなったりした招待客用にね。そうそう、泊まっていっていいんだ。安心した？もうお姉さんてはすぐに僕らを子供扱いしてさ。ねえ、僕らのことまだ子供だと思ってるんでしょう。子供じゃない。本当にちゃんとそう思ってくれてる？僕らお姉さんに子供扱いされるのは嫌だよ。あんなこと。どんなこと？こういうの？照れないでよ。してほしいんでしょ？ダメだよ兄弟。お姉さんは照れてるんだ。さっきも言っただろう。ああ、そうか。男なら何も言われなくても気持ちを汲んであげないとね。僕って気遣いが足りないな。男らしくなかった？そうだよ、もっと男らしくね。困らせてごめんね。お姉さん好き。僕は大好き。僕だって大好き。
のこと？僕はお姉さんにキスするのが好きなだけだよ。僕もだよ。いっぱいキスしていっぱい触るんだ。